皆さんこんばんこばは改めましてペリオディスタ小澤です、えー、先ほど、轟、えー、の取材から帰ってきました、2022年シーズンの明治安田生命 J1、えー、開幕戦となりました川崎ロンドンレットヨシ東京の、えー、試合直後のレビュー動画は、えー、スタジアム記者席から、えー、試合直後に、えー、撮りまして、先ほどアップしましたけれども。 えー、スタンドからですと、えー、なかなか、えー、ボード使って戦術的な、えー、詳しい解説できなかったので、改めて動画を撮ろうと思いまして、まあ、それぐらい、えー、両チームがハイプレスベースに守備でアグレッシブに、えー、前に出てきましたし、まあ、それによってお互いにボール保持を試行するチームだけあって、まあ、かなり面白い戦術的な駆け引き満載のゲームとなりましたので、えー、そちらの簡単な解説と、まあ、それから、まあ、皆さんね、え、やっぱり今日の試合に関して言うと、 FC 東京高卒18歳で、えー、いきなりの開幕戦デビューを飾った、え FC 東京の松木久竜のパフォーマンスが実際どうだったのかというところは気になるところだと思いますので、まあ、私なりの見解を披露したいと思います。それではまず、えー、両チームの、えー、まあ、ハイプレスの、えー、構造、設定からちょっと解説をしていきましょう。 はい、えー。まずは、えー、ホブの川崎の、えーまあ、特に序盤のね、えー、20分ぐらいは完全に川崎ペースで決定機を作りまくりましたので、川崎のハイプレスの、えー、設定構造について、まずは説明したいと思います。試合直後のレビュー動画でも話しましたが、えー、マルシーニョとイエナガが基本的には自分がマッチアップするサイドバックのコースを切りながら、 まあ、外から中に対してのプレッシングをかけていくというところで、まあ、レアンドロ・ダミアンがね、ワントップなので、通常であれば、まあ、どちらかのセンターバックを抑えながら、まあ、空いた方を、えー、ウィングがということが多いんですが、まあ、ダミアンに関して言うと、まあ、青木のコースを消しながら真ん中にいることが多かったので、まあ、もちろんね、えー、局面、局面によっては、ね、どちらかのセンターバックにも行ってましたが、まあ、こういう構造がありましたので、 まあ、なおかつ FC 東京の出口という意味では、ね、キーマンになり得る安倍、松木のところをチャナテピプ、脇坂で、バチッとマンツーマンで抑えましたし、まあ、もちろん前線の3人に関して言うと、まあ、サイドバックがヘイレアンドと長井をそれぞれマンツーマンで見て、まあ、ディエゴ・リベイラがどちらかに流れるタイミングで、まあ、しっかりと捕まえるというところでしたので、まあ、浮いてる選手は、 サイドバックいるんですけども、まあ、彼ら、えー、イエナマルシーニョが、まあ、外切りでコース切りながらプレッシングをかけますので、なかなかこういうボールが、まあ、なかなか彼らの、えー、背後をつくような、えー、ボールが出しにくいというところもありましたし、まあ、そういう場合、当然考えられるのは、まあ、インテリオールの、えー、選手を経由してワンタッチで、こういう形で剥がすような、えー、プレッシング回避法ですけれども、まあまり序盤の EC 東京はそういうこともしなかったですし、 まあ一度、左のセンターバックのトレビザンから、阿部に入って、阿部がワンタッチで青木に落とすようなシーンがあったんですけども、パスがちょっとずれてしまって、逆にボールロストして危ない、中盤の中央でロストするみたいなシーンがありましたので、序盤は本当にえ川崎フロンターレのハイプレスが機能していたなというような展開だったわけですけれども、一方で FC 東京のえハイプレスの構造についてもえ説明したいと思います。 まあ、FC 東京の、えー、プレッシングも可変でやってましたね。えー、基本的に長井は山根をしっかりとタイトにマークをして、マンツーマン気味で捕まえると。ただ右のレアンドロが、えーまあ、外の、えー、自分のマッチアップする上り里ではなく、谷口から車屋に横パスが入ったタイミングでこういう形で、えー、横に対してスライドでプレッシャーかけてましたので、 まあ一時的に上り先とは浮いてくるんですけれども、まあそこに対してもしこういう回避をされるとダイナミックに突きが出ていくというような設定をしてました。通常4-3-3で相手のフォーバックの、えー、まあビルドアップに対してのプレッシングで多いパターンで言うと、まあウィングはそのまま、えー、自分の前にいるサイドバックを捕まえながら、まあ中盤のインテリオールの選手を前に出すみたいなことが多いですけれども、まあ、FC 東京結構特徴的だなと思って見てました。 まあおそらくレアンドロをここに持ってきて、まあ松木をダイナミックに出すっていうところは選手の特徴を見てっていうところと、まああとはね、そこでもしボールを中盤で奪うことができれば、やっぱりディエゴ・オリベイラレアンドロを前に残ってる状況になりますので、 えー、カウンターのところでチャンスが作りやすいと彼らが収めやすいというところもまあ考慮しているのではないかなと思いましたし、まあ、あと何よりこの、ねえー、まあプレッシングを成立させていた大きな要因として突き、まあ、がやっぱりそれだけダイナミックに、えー、スライド対応できるというところがあったと思います、まあ、結構、局面局面で難しい判断を強いられるような試合だったと思いますし特に序盤。 もちろんね、上りざともいろんなポジションを取るので、内側にも取ってきますが、まあ、基本的にリアンドルがこういう形で来る前に出たときには浮いてきますので、まあ、例えばこういうところに入ったときには、自分のマーカーであるチャナティップをね、もう放り出して前に出ていかなければいけないというような、まあ、結構な移動距離ありますし、スペースありますので、まあ、普通に考えれば、 阿部、まあのようなすでに、ねえーまあ、J1FC 東京で実績のある、まあ、中心選手にそういうタクスクを託した方が監督としてはオーダーしやすいんじゃないかなと思って見てましたが、まあまあ、それだけ、えー、キャンプ準備段階での松木の印象がアルベル監督には良かったと、まあ、それぐらいのことをもうやってのける18歳だというところと、まあ、あまり、ね、外国人監督ですから18歳とか高卒とか、えー、デビュー戦とかもうそういったことは関係なしに単純に彼のポテンシャル持ってる実 力タレント性を評価して、まあ、なおかつねやっぱり青森山田高校で本当にトランジッションの局面とか球際、えー、そういうところは鍛えられてますので、まあ、育成年代でしっかりと身につけなければいけないことを身につけてこの舞台に立っていると思いますので、まあ、非常にそういう意味でも難しいタスクそれから移動距離の、ね、広い、まあ、特に守備局面では広いカバーエリアで、まあ、中間ポジションを取りながら、えー、2人を見なければいけなかったので非常に難しい役回りだったと思いますが。 それを難なくこなしなおかつ攻撃面でも随所随所に彼らしいプレーそれから前半28分には惜しい左の強烈なミドルシュートもありましたしその前で言うとこういう可変でのプレッシングでしたのでボールを奪ったときには逆にそのままスムーズに内側のハーフスペースに駆け抜けていってこういうところにボールをもらうみたいなところも一本オフサイドにはなりましたが深い位置までポケット取りに行ってのクロスのシーンがありましたので。 まあやっぱりあれだけ講師でダイナミックに動けて、スプリント能力も高く頻度もえある選手、なかなか貴重だと思いますので、本当に個人的にも18歳 J1 デビュー戦でいきなりこのプレーがあるいはえこのタスクを背負いながら、しっかりとえそれを理解しながらプレイできるということで、 まあ、フィジカル的な能力はもちろん技術もある、えー、そこのね、状況判断におけるインテリジェンスもあるということで、まあ、非常に楽しみな選手がまた FC 東京 J1 に出てきたなというところで、これからも注目していきたいと思います。まあ、間違いなく先週の裏は、それから、えー、今日の FC 東京の戦いによって、まあ、今度は王者川崎がどうそういったえ問題を解決するのかというところが、 次の段階で問われてきますので、まあこういう形で、毎試合毎試合毎週毎週の J リーグで切磋琢磨していくことで、間違いなく J リーグ、それから日本サッカーのレベルが上がると思いますので、間違いなく上がってると思いますので、まあ本当に今シーズンの J リーグ J1 は楽しみに見ていきたいと思いますし、できる限り時間の許す限り取材もしていきたいと思います。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。アスタラアプロキシマ。